こんにちは、村山です。恵比寿ってなんとなく敷居が高い気がするって、そこのあなた。恵比寿むしろ敷居ないっす。全然平坦です。敷居が高い系のお店ももちろんありますが、メインかつ美味しいのはカジュアルのお店です。むしろ恵比寿の楽しみ方はカジュアルのお店の発祥です。もうそれしかないっす。今回はカジュアルのお店初級編をお送りいたします。参戦です、どうぞ。恵比寿横丁の真裏ですね。さっき知ったんですけど、実は第67代横綱武蔵丸さんのお店みたいですね。なんか怪我で引退してしまう若い力士のことを思って、第二の人生の選択肢として選べるように、あと誰でも気軽に来てもらえるようにと屋台風コンセプトにしてるみたいです。なんかいい話ですね。まあここのおすすめポイントはまずもう一つですね。夜中に餃子が食えると、まあこんなに嬉しいことありませんね。3時までやっています。あと見た感じこのように安いです。あ、てか担々麺なんてあったんですね。もう食べよう。ご覧の通り屋台な感じの構成になってます。まあ、僕は夜中しか行ったことないから割とすぐ晴れてたんですけど、早い時間は並んでたりもするらしいです。まあ、ちなみに今これ喋ってるのは夜中なんですけど、腹減るわ。サクサクしてて美味しそうですね。なんで餃子ってこの無性に食べたくなるときあるんですかね。深田系の一口餃子なので無限に食べれます。すごく美味しいですね。うわめっちゃ腹減る。まあ、絵的に割ってるんですけど、まあこんなことしないでサクッと一口で食べまくるっていうのが礼儀だと思います。67餃子、夜中に餃子が食べれるお店です。はい、寿司恵比寿です。恵比寿東口から徒歩5分ですね。なんか東口の方と言われるとミステリアスな感じでちょっとドキドキしません？僕だけですかね。ここね、ここ撮影の時予約してもらって初めて行ったんですけど、マジコスパいいっすね。驚きました。そもそも恵比寿って寿司屋多いんですよ。それこそ高いとこ赤城系まで競合多いんですよ。まあでも安い方のコスパ系寿司屋だとその中でも一番かもしれないですね。もうあ、ちなみにこんな感じでおみくじとかもあったりします。なんかみんなで待ってる間に楽しめたりしますね。さてさて、いくつ何だったんでしょうか。中吉、中吉しょぼいですね。お、まゆさん、超大吉です。編集してくれてますね。いつもありがとうございます。大吉長いですね。嬉しかったですかね。こんな感じで机の中にこういう個人の置物だったりとか手拭くやつとかあったりします。はい、寿司ですね。これね、安い系のとこだと同じの2貫来たりするじゃないですか。ここはなんか例えば300円だったら300円の中からのラインから2貫好きなの選んでねって方式なんで、すごい嬉しいですよね。しかもシャリも小さめなのもいいですよね。女子もいろいろ食べれます。あと安い系の寿司屋なのになんか醤油がそもそも塗ってあったりとかして、すごい気遣いを感じます。普通にちゃんと食べれるお寿司です。うん、美味しいですね。美味しかったです。でこんな感じで映え系メニューも結構豊富にありますね。なんかイクラとかウニとかこう乗せてる系のやつが多かったかな。かまあ正直あれですね、個人的には食べにくいので普通につまみと寿司を食べるのをおすすめします。撮影なのでね、こんな感じで撮ってますけど、出てきた寿司すぐ食べないやつ嫌いですねでも本当に安くて、なんかこの辺結構お酒も飲んで出てるやつ全部頼んだんですけど、4人で8000いくらとかあったのかな。マジ安くてビビりました。なんかこう持ち帰りもこんな感じでやってみたんで、これは嬉しいですよね。ぜひ寿司恵比寿試してみてください。はい、最後はモンスーンカフェです。こちらも東口ですね。寿司恵比寿だとそのまま行きました。モンスーン今更動画でおすすめするって思ったあなた、最近行きました？全然使えますよ。なんかちょっと失礼な例えかもしれないんですけど、なんかポールスミス的な扱いをされてる気がしますね。なんか昔流行ったイメージが強すぎてちょっとってやつですね。なんところがどっこい、昔流行った店は今も流行ってるんですよ。なんだかんだエスニック系で遅くまでやってて、広くて雰囲気いい店ってモンスーンしかないんですよね。
今21時くらいなんですけど、この撮影の時普通に満席ですね。年代も幅広いです。デート、会社の飲み会、女子会、男飲み、なんか不倫っぽい人もいます。まさにオールジャンルいますね。何でも使えるってやつです。2軒目バーでも赤ちょうちんでも居酒屋でもないんだよねって時はベストチョイスですね。グローバルダイニング系列はいろいろ言われたりしておりますが、僕は応援しております。頑張ってほしいです。これはもうガパオっすね。モンスーンといえばなんか食べたくなっちゃいますよね。なんかもう当たり前なんですけど、本当に美味しそうですよ。割ってこれをかき混ぜてーなーと思いつつ、ちょっとだけかき混ぜてからの、はやーん。はい、ということで恵比寿カジュアル参戦いかがでしたでしょうか。全然敷居高くなかったでしょ。今回は初級編ということで、まあ特に選定基準もなくぶっちゃけ思いつきチョイスだったんですけど、恵比寿ははしごで回るのが一番楽しいと思います。カジュアル店のクオリティがとっても高いです。概要欄に詳細貼っておきます。カジュアルシリーズは無限にできると思うので思いつきであげていこうと思います。気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。リクエストやコメントもお待ちしております。村山ノートでした。バイバイ。